これが腕パーツです。最初にこの白いパーツとポリキャップを外します。腕の先にあるパーツなんですけど、今回は何も持たせる予定はないので、この穴をパテで塞ぎます。塞ぎました。乾かします。パテが乾いたので、ペーパーをかけます。ペーパーをかけました。次に、ここのつなぎ目部分に、こちらの接着剤を塗っていきます。はい、塗り終わりました。つなぎ目と、ここにぐるっとパーティングラインが入っているので、ペーパーがけしていきます。ペーパーをかけました。次はこれらのパーツにサーフェイサーを拭きます。サーフェイサーを拭きました。これで腕の下処理は終了です。これが足パーツです。最初に白いパーツとポリキャップを外します。次はつなぎ目部分にこちらの接着剤を塗っていきます。塗り終わりました。次は足のパーツのつなぎ目をペーパーがけします。ペーパーをかけました。これらのパーツにサーフェイサーを拭きます。サーフェイサーを拭きました。これで足の下処理は終了です。次はサングラスを作っていきます。このコンマ5ミリのプラ板に下書きを貼り付けます。はい、両面テープで下書きを貼り付けました。これをカットしていきます。カットしました。ペーパーがけします。ペーパーをかけました。下書きを剥がします。次はフレームのラインを筋彫りしていきます。筋彫りしました。サーフェイサーを拭きます。サーフェイサーを拭きました。これでサングラスの下処理は終了です。